3戦目です。水パアメパっていうの、そう、アメパ雷覚えてないかな。シーマン、とはいえ水耐性を入れておくべきか。いいんじゃね。と3戦目よろしくお願いします。自分はパスは戦う前に作るんだけど、あ、こっちの方がかっこいいな。甘かったと思う。ですよね。ベトキアのロマンチックな夜景の中にポケモンたちの勇姿が浮かび上がります。トンボがいるように、いや、雨乞いかなって。メイサーの良かったかな。そうそう、次のターンにね、トンボ返りですよね。ここで眠ってしまった。アカルコーラー、いきなりポケモンが眠ってしまいました。レーダーの次の作戦に注目が。で、多分10万ボルト読みのあれだ、なんだっけ、名前忘れた。あいつが出てくる。青コーラー、ここでポケモンを戻します。あれ、エンテルトの登場です。アカクコーラー、目が覚めません。ロシアムでは熱戦が繰り広げられています。あれも読まれてるかな。結構前の動画には出てたんだけど、雷必中の状況でアカクコーラー、まだ動きません。でランタンは出てくるとちょっと困るよね。対すると思ったんだけどな。しない。クロマット、ここで目が覚めました。日替わりにヒット。壊れんでしょう、さすがに。ですよね。アブトプスの登場です。アブトプス。岩水だ。回転の調子が悪い。と、切れるこれ。切れる。戻ってこい。よしよし。ロシアムは緊迫した雰囲気に包まれています。アクアジェットで攻めてくるのかな。じゃあ、雨乞いの恩恵を受けようじゃないか。高速エンベルトもね、ハマれば強いんですけど、閉じれば弱い。好きか。クアジェット持ってるから、そうかも。ちょ、待って、回線悪いね。ちょっと悪いかも。まあ、これエトゲームでしょう、多分。
しかも早っ、スカーやったんか。いやースカーフじゃないよ。あ、スカスイスイとかあんの。マジか。どっちがいいかな。攻撃下がったし、多分この体じゃないんだな。もさっき多分ランタンはいないんじゃないかな。はい、リシャール何回か出てるけど全く活躍できずに終わるという、ね、グアジェットか 何してくれるのか。エッジアップね。危ない。こいつは自信持ってる。とりあえず倒しておきたかった。フラスのか、何かいるのか、後ろにとてつもない何かが。あ、大文字読みやった、すげえな。危ねえ。残る可能性あったよね。パスを2個しか用意してないので、ヤツが来るのか。どっちなのかな。流通り。こだわってんのか。弾か、まだ行くのか。仕事した方じゃない。さあどうしようか。弾の時点でスイスイトレースした。これは美味しいんじゃないですか。というのなしかな。こっちの方が早い。物理はめちゃくちゃ弱い。多分全然食らわないと思います。結構食うな。雨降っても頭やし。ジャンスだったら怖いな。サーダイ攻撃の体勢に入ります。猛烈な一撃、アタックコーナーなんとか入ってきた。ジャンスだったらやばい。クワジェットとかない？ありそうね。あるのかな。あったよね。あれやる。カメラの上さらに上がったぞ。タバカ一回避けれたら。サイコギネシスしかないでしょ。惜しかったか。あとクロバットったな。まだ、ああ勝てんか。いやまだ分からんね。素早さがどっちもいいか。
これは。これでバトル終了。あ、そっかそっか。コーナー、カナクを逃げ切りました。間違えしてた。あ、メーパーと戦ったの初めてだな。ちょっと嬉しいな。対戦ありがとうございました。